皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第173弾4回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、時。これは、は。ここは4文字読んでみましょう。睦月10日と読みます。次は、の。2文字、ほと。2文字、なり。2文字、けり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。時は、睦月10日のほどなりけり。時は、睦月10日の頃だったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、す。次は、の。2文字、うち。2文字、より。次は、し。これは、と。次は、ね。2文字、さし。2文字、いて。2文字、たり。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。素のうちより、しとね差し出たり。御簾の中から、敷物を差し出したとなります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。2文字、引き。2文字、寄せ。次は、手。これは、うい。そして、ぬ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。引き寄せて犬。男は、それを引き寄せて座ったとなります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、す。2文字、たれ。次は、も。2文字、へり。次は、は。これは、か。次は、は。2文字、ほり。次は、に。次は、く。そして、は。2文字、れて。次は、ところどころと読みます。2文字、なし。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。すだれも、へりは、川堀に食われて、ところどころなし。川堀というのは、コウモリのことです。すだれも、へりは、コウモリに食われて、ところどころない、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、うち。次は、の。2文字、室。2文字、らひ。次は、見るという漢字です。次は、入るという漢字です。これは、れ。次は、は。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。うちのしつらい、見入れば。家の中の調度や飾り付けを覗いてみると、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、昔という漢字です。読み仮名は、昔。2文字、おほ。次は、え。これは、て。2文字、たた。これは、変体仮名として読みます。み。2文字、なと。次は、よ。2文字、かり。2文字、
けれ。次はと。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。昔覚えて畳などよかりけれど。栄えた昔の様子が忍ばれて畳など立派だったことがわかるのだが、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、口。次はお。これはし。次はく。これはなるという漢字を崩したものです。次はに。次は2文字、けり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。口惜しくなりにけり。みすぼらしくなってしまっているとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、下の踊り字まで入れてみましょう。やうやう。2文字、くれ。2文字、ぬれ。次は、は。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。ようようくれぬれば。だんだんと日が暮れてきたので、となります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、いや。次は、を。これは、ち。次は、2文字、すえ。これは、りです。2文字、いり。次は、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。やおち、すえり、いりて。やおちとありますが、やおら。すえりとありますが、すへりとした方がよろしいと思います。やおらすべりいりて。音もなくそっと、みすの中にすべりいって、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、このという漢字を崩したものです。次は人。これは、を。2文字、をく。2文字、にも。2文字、入れ。これは、す。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。この人を、をくにも入れず。この女の人を、奥にも入れないで、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、女。次は、く。2文字、やし。次は、と。2文字、おもへ。次は、と。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。女、悔しと思えど。女は悔しいと思うけれども、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、せい。2文字、すへ。これは、き。2文字、いやう。これは、も。2文字、なく。次は、て。2文字、いふ。2文字、かひ。2文字、なし。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。制すべき用もなくて、誘拐なし。止めようにも方法がなく、やむを得ず、なすがままにしていた。
となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはあ、次は目、これは葉、これは夜という漢字を崩したものです。2文字人、これは夜、2文字振り、次はあ、2文字歌詞、次は手。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。雨はよ、人よ、降り明かして、雨は一晩中降り明かしてとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはまたという漢字を崩したものです。次はの、2文字つと、2文字めて、次はそ、3文字少し、次はそ、2文字晴れ、2文字たる。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。またの勤めてぞ、少しそ晴れたる。そ晴れたるとありますが、空晴れたるらを補った方がよろしいと思います。翌日の早朝、少し空が晴れたとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。